で、なーまりはもうずっとご飯食べてるだけ。うまい。めっちゃ興奮だけど、どうしたらいい？もうそのまま行っちゃおうか。ちょっと見てみな。あーやばい、出発するぞ。暑い暑い、すべてが暑いのやばくない？まあね、夕方で見たらさ、多分一番綺麗だと思うんだけど、でもね、多分夕方見えないから、とりあえず今時間あるし、昼間の光景も見てみようかなと思って。そう、多分ね、ここまっすぐで、すぐ右の方に行ったらもう着くのよ。行くのが三磯かな。三磯鳥居っていうところで、やっぱ海辺いいよね。本当にさ、海があればもういいのよ。だから三重がそんなに好きだったんだよ。やばー、やば、この景色やばいぞ。こっち、おお、上がっちゃう上がっちゃう、すごい。マジすごい、この坂道をさ歩いてる人おるよ。すごい、尊敬。無理よエレナ、無理。終わったる、終わった終わった。駐車場が右か、すごい右側にあります。すごいな、本当にビヨンできちゃったよ。バックもせずそのまま入れちゃおう。来ちゃいました。はい、いや、幽霊来ちゃったよ。行ってきましょう。あ、これは伊勢神宮思い出すわ。全然違うけどさ、緑すごい。もう泣いちゃうよ、夜に泣いちゃう。いや、しかもさ、こんなに日焼けしたらさ、やばいから、あとで本当に日焼け止め塗り直さないといけない。やばい、本当に焼けちゃう。明日仕事に行ったら誰も私のこと見えない。もう暗くなったから、誰も私のこともう分かんないよ、絶対分かんない。はー、います、見てあれ、こっちまっすぐ、やばくない？そこの波みたいなやつさ、白いになったところはめっちゃ綺麗。で、見て、私、結構降りてきたよ。結構降りてきたよ。すごいよ、これ。やばいよ。やばい、やばい。やばい。やばい。ね、やばい。やばいが言えることないよ。やばいよ、これ。これ、インスタ用でしょ？どう見ても、インスタ映えでしょ？やばくない？神社が大好きな人間じゃないよ。だけどこれはやばい。来ちゃいます。来ちゃいます。海に入り
りたい。海に入りたいけど今日は入らない。入れない。無理だけど。やばいやばいやばい。死んじゃう。やばい、見てよ。もう全てが完璧。本当に今日撮影来てよかったよ。もうあんなこんなに暑い中さ、出かけたくないってずっと言ってるんだけどさ、こんな景色見れるよ。やばくない？実はね、これさ、全然本番じゃない。今回来る目的ではない。ではないけど、やばくないこの景色。本当に死んじゃうんだけど。見て。もう、やばくない？これよ、これ。もうさ、これ。本当にさ、どう撮ってもさ、どこで撮っても綺麗じゃん。あ、もう幸せすぎ。ずっとここにいたいわ。でもみんなさ、どうやって坂道歩いてきたの？本当に意味わかんない。みんなすごいわ。拍手拍手。駐車場に入ってね、車を取ってそっちまで運転しようと思います。ちょっとそう、実はマジで道なんて全然わかんない。私の旅はミス失敗しないので、そう、私は失敗しないので。涙なんでもね、本当に日焼け止め塗り直した方がいい。この後は行くところもめっちゃ多分日焼けすると思うよ。ずっと日焼け日焼け日焼けしかない。やばくない？ね、やばくない？超やばくない？この景色さ、もうやばい。サムネ困らないな、これ。サムネ困らないし、インスタの投稿何も困らない。やば。ね、みんな来てほしいのよ。まあ、だったわ。どこのドイツが2ヶ月前くらいかな。なんか茨城でドライブ行ってきました、実はあんまり良くなかったって言ってさめっちゃいい、マジで。何が悪いの？全部めっちゃうまい。だってさ、せめてこの景色でもいいよ。この景色だけで来るよ、私。やばい。ね、さ、おばあちゃんがさ、もう階段登れないわけ。マジで登れない。やばい。登りきったところで会いましょう。マジで神社に入るつもりないんだけどさ、せっかくだったらちょっと入ろう。
じゃいます。ブルーノ死んじゃう。戻ってきます。 YouTube はアニメガチでやってるからな。クソしかないところいいよ。死んじゃう死んじゃう。マジで熱い。これはどう？